皆さんこんにちは、大和渓谷社の萩原博です。今日は一風変わった山のカレンダーについてお話をしたいと思います。どこが変わっているかというと、大変古いということ。今から90年前に作られたカレンダーの内容についてご説明していきたいと思います。このようなものになっています。画面で具体的なお話をしていきたいと思いますが、まずこのカレンダー、大和渓谷社が大和渓谷という雑誌を作ったその翌年に出来上がったものなんですね。大和渓谷の歴史は1930年、昭和5年に始まりました。国内初の山岳専門商業誌として、大学を卒業したばかり川崎喜次蔵23歳の時にこの雑誌を作り、そして現在まで90年間、今年で91年の歴史を誇る世界でも最も長く続いた山岳雑誌として続いています。実はこの山岳雑誌ができたその翌年に、1年間の雑誌で山の情報を紹介するだけではもったいないということで、山の写真を使ったカレンダーを創業者川崎喜次蔵は企画しました。それがこちらにある大和渓谷社アルペンカレンダーという内容になっています。つまり大和渓谷創刊の翌年1931年に作られたということで、今年で創刊からちょうど90年を迎える。それが現在に続くアルパインカレンダーの原点、大和渓谷社アルペンカレンダーになるわけです。1931年に刊行された時のタイトル、アルペンカレンダーとなっています。当時はドイツ語が中心の山の世界だったので、あえてカレンダーの綴りもドイツ語の K を使い、そして、現在アルパインカレンダーと英語表記になっていますが、アルペンカレンダーという名前で創刊されました。1932となっていますが、カレンダーというのは翌年のものを作りますから、実際にこのカレンダーができたのはその前年1931年、昭和6年になるわけです。そして現在に至る、カレンダー2021年、今年今発行したばかりのカレンダーが、ちょうど90年目を迎えた2022年版ということになるわけですね。90年の歴史を誇るこの古いカレンダーの内容についてご説明していきたいと思います。このカレンダーができてから90年経って、実は大和渓谷社カレンダー大変多く出してるんですね。今年も70タイトルほど、いろいろなカレンダーを作っています。山のカレンダーだけではありません。その他にも動物カレンダー、実はこちらの方が山の本カレンダーよりも数多く出ていたりするんですが、犬や猫、そして小鳥、さらに、花であったり風景であったり、最近は、絵画であったり、絶景を求めるカレンダーであったり、トータルで70タイトル、おそらく写真のカレンダーでは日本で最も、多くのタイトルを出している、それが大和渓谷社と言えると思います。この70タイトルのカレンダー、今日に至るまでのその原点が、今回ご紹介するアルペンカレンダー、1932年創刊されたカレンダーになるわけですね。このカレンダーは現在、90年を経った今、90年を記念して復刻版を作りました。こちら見ての通り全く同じ表紙、ただ違っているのは1932が2022になったということ。つまり90年前のデザインをそのまま踏襲しながら、今年作ったのが、創刊90年を記念して作られた復刻デザイン版アルパインカレンダーになるわけです。その内容をちょっと見せていきたいと思います。復刻デザイン版の特徴としまして、デザインはそのまま、こちらが実はちょっとボロボロになっているんですが、こちらが90年前に作られたカレンダーです。この表紙デザイン、そして中のページデザインも合わせて同じように、このカレンダーを作ったのが復刻版90年版ということになるわけです。90年前のデザインを踏襲、そしてこの作り、実は大和渓谷社に現存するのはこれが唯一のカレンダーなんですね。このカレンダーというのは、週めくりになっていまして、1枚ずつ切り取って剥がれるようになっているわけなんです。このようにギザギザに切り取られた跡が今も残っていて、周りが今
さすがに90年の歴史を誇るだけあって、辺りが崩れそうなそんな状況になっているわけなんですが、この時の現状どういう形だったかというのをちょっと想像するに、おそらくここに穴が開いて上から吊るすことができる、壁掛けのカレンダータイプであったろうということ、それとこのカレンダーができた時に広告を見つけました。そこには、壁掛け以外に立てかけて卓上で使えるようなそんな仕組みが書かれていました。その仕様を守って今回作ったのがこちらになるわけです。穴を開けて壁から吊るせるような形、そしてこの後ろ側にはこのように卓上で立てかけられるような厚い紙を使ってこのように設置できるようにしてあります。この2通りの使い方というこのスタイル、実は今のカレンダーも、ずっと使い続けているそんなスタイルなんですね。この90年前の仕様を今復刻して、そしてもちろんこの暦の部分は、実用に耐えられるように2020年の、暦カレンダーに作ってあります。さらに工夫したところもいくつかあります。写真の復元です。さすがに、90年前となるとこの写真の、オリジナルの原版は残っていません。結局この原版そのものを複写して、スキャンした画像をいろいろと加工しながら、今回の製版データとして印刷に向かって、印刷にかけたわけです。そのためにはこの写真、単なるモノクロ写真に見えるかもしれませんが、墨の一色、真っ黒ですね、そこに薄いグレーを加えて、さらに G 色を使っています。これもともと紙って結構白いんですよね。この白い紙のままでは、昔のこのイメージ、この紙を使った印象ができないということで、全体に薄いクリームの字を引いて、そこに黒いところは墨、そこからグラデーションがかかるように淡い、薄墨の、灰色の色を使って、3色の色を使ってこのモノクロ写真を表現しております。このような形で表現する中には、なぜこの90年前のものを復刻したかというと、やはり昭和初期の貴重な写真がたくさんこの中には含まれているということなんですね。そんな内容なども、これからご紹介していきたいと思います。さあ、ところで気になるのはこの表紙の写真ですね。今ではだいたい風景写真が、メインになるはずなんですが、人を入れて抑えられたこれをなぜ表紙に使ったか、ちょっと気になるところだと思います。そしてさらにやっぱりこれどこで撮られたのか、皆さんおそらく、勘のいい方はわかるかもしれませんが、ちょっと検証してみました。こちらをご覧ください。こちらの岩に座っているモデル2人、その背景に何が写っているか、おそらくここで撮ったのであろうという写真をご紹介します。ちょうどここにある岩、これと同じものがここにあります。そしてこちら雪型が残っていますね。つまり木ではないところ、草原のところに雪がまだ遅くまで残っていたということで、探してみたところ、ちょうどこの斜面が合致しました。森に囲まれた草原、そしてもう一つ、この雪の残っている斜面、これは岩壁から、ちょうどガレ場に向かっている岩壁の終わりのちょうどコンタクトラインに雪が残っているわけなんですが、実際にここであろうという写真と照らし合わせるとまさにぴったり一致しました。さあ、これでどこか皆さんは分かりましたでしょうか。これを撮って場所が分かるような写真をお見せしたいと思います。こちらもう分かりますよね。穂高岳の唐沢カールの一部だったんです。モデルさんは、釈由美子さんです。7年前に、穂高岳にご一緒した時にたまたまこの岩場、この近くに昼寝岩という岩があるんですが、その近くで撮影した写真をたまたま、昔の写真のフォルダから見つけ出して、おそらくここだろうということで、見つけ出して紹介させていただきました。この時に彼女にちょうど穂高の、前景をぜひ表現してほしいということで、手を挙げて指さしてもらったところがあるんですが、実はここちょうど今回の、表紙にあたるまさにこの場所だったんですね。7年前に撮影した写真がまさかこんなところで役に立つとはちょっと思っていなかったんですが、ただ間違いなく、このアルペンカレンダー90年前に撮影された場所、
それはこの穂高唐沢であるということがわかると思います。このカレンダー、中身の方にも移っていきましょう。ページの中はこのように週めくりのカレンダーになっています。月火水木金土という形で1週間ごとに1枚ずつめくって役立てる、必要なことを書き込み欄があるという、そういったカレンダーの作りになっているんですが、今回作り上げるのにあたって90年前と今年とではやはり曜日と日にちが合わないんですよね。日曜日、90年前は21日だった、ところが来年の2月20日は日曜日だったというところをどう調整していたかというと、これらを一枚一枚、カメラ撮りして、この書体って実際復元できませんから、この書体をそのままカメラ撮りしたものをここに埋め込んでいくという、そういう作業をしてこのカレンダーを作り上げたわけなんです。ところが非常に運がいいことにですね、1932年ウルー年だったんです。29日までありました。22年は、28日で終わっています。でこれを計算していくと、ちょうど2月の29日、この29日の後は1日、要するに1日長いわけなんですよね。で来年は28日までしかないということは、3月の1日になるとそこから以降はすべて90年前と同じ曜日がつながっているということになっているんです。こんなこともあって3月以降のカレンダーはすべて、1枚ずつこの数字を入れ替える、心配もなく、すべて12月まで曜日と日付が一致したというような形で、この90年前と来年とのカレンダーの暦を作っていったわけなんですね。もちろんこの暦だけではありません。このカレンダーの面白いところは、さすがに昭和初期の時代、今とは違った山々が写されていたということです。こちらは千島列島の山々です。上の写真は、パラムシロ島の最高峰、千倉岳、標高1816メートルの山です。この千島列島には、本当にこう富士山に似た綺麗な形の火山が数多くあるんですよね。当時は、この新井戸山という、千島列島の北の外れにある新井戸島にある新井戸山ですか、この山が、北の最高峰と言われていました。ここに書いてあるキャプション、写真の説明にも、日本最北の山、海上より見た新井戸という、キャプションが入っていますように、かつては日本の北に最も高い山があった。北海道の大雪山、旭岳の標高よりも高い山が、千島列島にあったということで、このような形で表記されているわけなんです。本当に美しい山ですよね。おそらく、千島列島、皆さんにもおなじみではないかと思いまして、地図を添えてみました。新井戸島というのは、ちょうど、千島列島の北限にあたる島、そこにそびえる島全体が、富士山のような形をした新井戸山、2339メートルあります。もう一つ、先ほどの写真に写っていたのがこちら千倉岳、パラムシル島にある1816メートルの山。千島列島にはその他に、国後島にある茶々岳、1822メートルあります。つい先月、私この国後島の国後島の見える、知床半島の山に登ってきたのですが、本当に近い距離にこの茶々岳を目にすることができました。こうして見るとこれらの山々、利尻山、皆さんおなじみの百名山の利尻山よりも高い山がまだまだ千島列島にはあると、そして当時は日本の山としてこのカレンダーに収録されていたということがわかると思います。今度は南の山もカレンダーに紹介されていました。台湾の新高山です。新高山、実際には日本の統治下にあるときに富士山より高い山があったということで、新しく高い山という新高山という名前を名付けられましたが、実際の名前としては玉山、ユイシャンという名前で、知られていますね。標高が3952メートル、実は台湾には3000メートル級の山が100以上あると言われています。それらの山々、当時昭和の初期の頃には日本人が、この辺り入植して、そしていろいろな山を登ったという記録が残されています。
まあ、日本人が来ることによっていろいろな山に道が開かれ、もともと登られてた山がさらに、多くの人に登られるようになったというような記録も残っているほど、この台湾の日本の富士山よりも高い山、は皆さんに登られていたということがこのカレンダーを見ていて気づかされたことでした。他にもやはり昔の写真なんですが、一応カレンダーなので季節に応じた写真を選んで紹介されているのが、わかります。4月のカレンダーには、春の槍ヶ岳、春4月というとまだ残雪がたっぷりあって上部は確実に氷の世界ですね。そしてこの当時にもやはりロープを使って槍ヶ岳の穂先に登っていた大槍の登攀という名前でこれらの写真が使われていました。そしてこちらは中央アルプスですね。7月の写真です。説明には宮田小屋と宝剣岳という名前が、写真のキャプションとしてついています。まあ、この宮田小屋、こちらにある小屋は、現在の宝剣山荘に位置すると思われます。後ろが天狗岩と、宝剣岳ですから、おそらく、今の宝剣山荘の位置あたりの山小屋を指しているんだと思います。下は、タイトルが宇後の上高地、前穂高岳から奥穂高岳に向けての稜線、釣り尾根がはっきりと映っていますね。その足元、梓川の河畔には、県の宿が建っています。今の上高地温泉ホテルの位置になると思います。このような形で昔の建物を見ることができるというのも、90年前にも、これだけ立派な建物があったのだなということに気づかされることがありました。で、当時の写真は比較的人を入れた写真結構多かったんですよね。とってもムードのある写真だと思います。夢中の憩い、霧の中で、お二人が休憩している佇んでいる写真が使われていますが、この長く見えるのはピッケルです。昔は夏山でも、山に登るときは必ずピッケルを携えていた、登山者の命ということで、このような長いピッケルを携えて登っていたということがわかります。それとこの服装ですよね。背広を着ています。そして帽子をかぶって、もうこの休んでる姿一つをとっても本当に絵になるような、そんな風景が当時あったんですね。おそらくこれ八ヶ岳登頂とありますから、今のそうですね、赤岳高専あたりに向かう途中なのでしょうか。ちょっと八ヶ岳だけでははっきりと場所はわからないんですが、このような光景が見ることができました。この写真の続きになりますが、これは9月の写真です。この写真は、塚本浩二さんという方、大和渓谷の創刊以来、大和渓谷誌などに数多くの写真を出していただいた方で、動画も撮影されていたということで、大和渓谷社とは非常につながりのある方なんですが、その方が撮られた横岳から見た赤岳の写真です。これモノクロ写真で、これ今見ても大変素晴らしい構図、そして素晴らしい光線の捉え方、霧が湧いてとてもダイナミックな構図になっています。今でもおそらく写真コンテストに出して上位に入賞するくらいの力のある作品だと思うんですよね。登山道がこんなに綺麗に写っているというのも、ちょっと新たな驚きでした。これが少なくとも90年前に掲載しているということは、さらにその前、昭和の本当の最初の頃に撮られた写真ということなんですね。モノクロ写真の力強さを感じさせる一枚です。こちらは、10月の神津牧場での写真です。神津牧場といえば、おそらく今から120年ぐらい前に日本最古の牧場として、群馬県の下仁田村にできた牧場、今もこのように、ジャージー牛がたくさん放牧されていて、ちょうどこういった草原の中に建物が点在する、そういった場所なんですけれど、昔も今も変わらないこの草原の位置、そしてここに昔から本当に道もろくに備わっていなかった時代によくこれだけの建物、そして、牛たちを連れてきて放牧していたのだなということが感じられます。ここで気になったのが、撮影者が、
藤島敏夫という名前が書かれていました。藤島敏夫さんといえば、ご存知の方は深田久弥さんの、登山パートナーとして有名だということ、その他にも山に忘れたパイプという、とても有名なエッセイを書かれている方なんですけれど、その方だと思うんですが、ちょっと字が違うんですよね。敏夫の方は男だったはずです。もしかすると、年齢から見て多分ご本人に間違いないと思うんですが、実際に藤島さんこの辺りの山を足しげく通われていましたので、藤島さんに間違いない、おそらくこの字の、違いだと思うんですが、当時の神津牧場を写した写真としてとても貴重な絵になっていると思います。さらに大物がこのカレンダーには寄稿してくださっていました。冠松二郎さんです。冠松二郎さんといえば、黒部渓谷の当作、そして数多くのエッセイを書かれたということで、登山者の方はおそらく多くの方はご存知だと思いますし、大和渓谷の中にも数多くの寄稿文を残された方です。その方が尾瀬の写真を撮って、このカレンダーに寄稿してくださっていた。おそらく創業者の川崎吉蔵はこの冠松二郎さんと非常に親しく可愛がられていたということを、写真の中で読ませていただいたことがありました。そんなこともあって、おそらく大和渓谷を創刊したその翌年にいきなりこういったカレンダーを作るときに、なんとか写真を貸してくださいとお願いした結果出していただいた写真なのではないかなというふうに思います。ただ気になったのは11月の写真にもかかわらず七かまどの葉は立派だし草原も結構枯れていない。おそらく、11月って実はカレンダーを作っていて一番難しい月なんですよね。紅葉も終わってしまうし、山の上は真っ白の雪ですし、そんな中で、ここに収める写真を悩んだ挙句、冠さんのこの写真を入れさせていただいて作ったというような、そんなことを、これらのカレンダーの写真の セレクションの中から思わせていただきました。今回は今から90年前に刊行されたアルペンカレンダー、その復刻版ということでその内容をご紹介させていただきました。大和渓谷社ではこのカレンダー、一風変わった今回のテーマだったんですが、これ以外にもこの90年の歴史を誇る数々の山のカレンダーや動物のカレンダー、そして自然を扱ったいろいろな書籍なども扱っております。今後このようなチャンネルを通しまして、いろいろな情報を動画でもって配信していく、その中でまた皆さんとお会いできることを楽しみにしております。今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。